はい、チャンサレです。私は今鹿児島県枕崎市の昔の漁港があったところに来ております。ご覧ください。これが、なるほど、何これ珍百景ではございません。枕崎と言いますと日本最南端の駅がございます。鰹節、鰹、黒豚、そしてお茶で有名な町で、ここでなんじゃこりゃというものを発見しましたという連絡が入りましたので早速来てみました。そのなんじゃこりゃ、何これ珍百景をご紹介いたします。カメラさん、こっち来てください。ここです。これです。なんじゃこりゃ、珍百景。これがですね、これ何だと思いますか。ほら、ゴミじゃないですよ。どん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 向こうへ上がっていってください。植物の根なんですよ。ね、どん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 繋がっております。ずーっとここまでもう3メートル。さあ、ここでカーブして上へ向かっております。木の根になってまいりました。そしてなんとこの根がどんどん伸びて、はい、雨どいにつながってるんですね。そして上上上上伸びまして、真上にはあれはなんか木ですよ。この木の本体が向こうに上に見えております。それではご紹介いたしましょう。この珍百景の発見者でございます、この方です。こんにちは、発見者です。20年間ここを毎日散歩しておって、去年一昨年頃にこれが見つけて、何だろうかと思ったら、ふっと上を見上げたら、おそらく赤穂の木でしょうね。あれが出てきてるんです。でびっくりしました。ど根性赤穂で、私が思うにですね、散歩をしてた人が腹の具合が悪くなって、ここでこうやったわけですよ。でその方がですね、おそらく前日赤穂の実を食べてたんですね。だからすく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 いって、ああいう風になったんだと私は思います。どうでしょう。そう考えるのが資料が浅い長政。はい、私は吉村作次ちゃんさねでございます。これはですね、まず屋上にある御門像、ゴミの中にですね、鳥が飛んできて糞をしたんですね。その糞をした中に入っていた赤穂の種がまず根を出します。そしてその根が水を求めてどん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 張っていった先に水が流れる雨どいの管があったわけだ。そしてどん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 育っていった、木は大きくなる。そして根がこのようにこのように出ていって、今下に5メートルぐらい伸びたと、こういうわけであります。いかがでしょうか。これこそ森さん、何やったっけ、何これ珍百景、何これ珍百景、どうかご採用ください。すいません、カメラさん、何これ珍百景です。わー